はい、ということで本日は、はい、幻ツインズのさつきちゃんと、はい、夜のドライブデートでございます。はい、お願いします。さあ、デート企画自体初めて、はい、うん、後ろに誰かいてとか、なんかついついてから、どういうこと？怖い怖い怖い。じゃあ、尾行組がいてとかはコラボでしたことあるんですけど、はい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 、ちゃんと二人きりでも初めて。そうよ、はい、今回マジ後ろに誰も乗ってないから、ね、本当の二人きりなんですよ。そうです。僕はね、動画でも言ってるんですけど、はい、彼女がいるので、はい、これも浮気デートになります。あ、大丈夫ですか、奈々さん。私本当に何もしないんで。いや、ちょっとさっきからすごい誘惑されてます。なんだ、何もしてない。もう勘違いするよ。めちゃくちゃ誘惑されてるんで、気をつけようかと思ってます。何ですか？最初なんで。いやいや、ずっと喋ってたからね、さっきね。本当に。そうですよね。こんなさっちゃんっておしゃべりだっけ。あ、私結構めっちゃ話すんですよ。いや、でもありがたい。俺なんか聞くタイプだから。はい。あ、そうなんですね。そう、めちゃくちゃありがたい。そうやってベラベラ話してくれて。ベラベラ話してくれて。めっちゃタイプなんです。いや、めちゃくちゃありがたい。そう。僕はそういう力話してくれる方が好きです。女性は。リードしたいみたいな方が多そうっていうか、俺の話も聞いてくるみたいな。逆にそういう男タイプ？全然だよね。私はそのやっぱ話しちゃうんで、うん、うんうんって聞いてくれる人がいいっていうのは何回か自分の動画で。はい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 。春は逆に話してほしいタイプ、はい、あ、そうなんだ。あの子話さないんで。あ、じゃあ今日俺春ちゃんってやってたらマジ無言な感じでしたかもね。はい、よかった。付き合った彼氏が結構下ネタ言うタイプとかだったら大丈夫な、はい、あ、全然。そこはオッケーなんだ。はい。どういうレベルのかによりますよ。あれですよ、私たちのチャンネルの視聴者さんがそんなに下ネタ好きじゃないから、うん、あ、そういうこと。はい。何、合わせてるんだ。じゃあそこは。いや、あとなんかだって男性でしょ、大体。あ、男性です。みんな好きだって。え、そうじゃないんですよ。違うの。なんか初めは嘘でしょ。下ネタの企画をしてて、はいはいはい、そのみんなね見てくれてたんですけど、だんだん、うん、君たちに求めてるのはそうじゃないってなってきてこられて。え、そうなの。はい。へえ、そうなんです。あら、純粋な方が多いんで。あ、そうなんだ。はい。まあ、でももっと俺とは全く違った。あ、そう。そうだ、見られてる。そうなんです。俺も女の子に島根と言わせたいタイプ。いや、すいません、兵器が出ました。兵器が出ました。兵器が出ました。春の方が言いますよ、下ネタ。え、マジで。はい、本当に。あ、確かにそうだね。この前なんか喋った時そうだったわ。そうですよね。さっちゃん止めてたもんね。はい、あの子ちょっと可愛い顔してるのにお下品な言葉使うので。そうだよね。え、結構俺好きなんだよね、そういうの。ああ、ちょっとだから普通の顔してさらっとおちんちんとか言ってほしい。ああ、私その単語とか言えないんですよ。え、なんで。うわ、めっちゃそこ、ちょっとジェットコースターみたいなやつ。本当にびっくりした。高飛車乗ってんのかと思った。皆さんが思ってるよりだいぶ坂です。だいぶ坂。足で踏ん張ってますもんね、今。うおー。え、結構ですか。びっくりした、びっくりした。これチャリきついぞ、この登り。登り下り楽しいけど、ね、登り絶対しんどい。私予想外だと。びっくりした。びっくりした。そんな、急に。こんな坂あんだね。あ、そうだ。はい。どっちがいいですか。あら、女性ですね。そういうとこだよ、本当に。さすが恋愛 YouTuber。 何ですか。さすがモテを語るだけある。いや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 、それね、本当に私自身は本当にモテないんですよ。え、そうなの。そうです。え、そうなの。当たって砕けても人生ですから。はい、どっかの宿老さんみたいなこと言ってる。あ、そうなんですよ。宿老さんほど何回も告白はできなかったんですけど。あ、そうなんだ。当たって砕けてて結構ね、自分から告白するタイプ。そ、そうなんだ。何、我慢できなくなった。あ、そうです、そうです。無理って思って。あ、そうなんだ。はい、じゃあちょっと選んでいいかな。ここ逆にどっちが飲みたいとか。私どっちも好きなの買ってきたんですよ。あ、本当に。じゃあ俺ゴボティーいただこうかな。はい、ありがとう。ありがとうございます。はい、いただきます。あったかい。あったかい。何の話したっけ。下ネタを聞いてな顔で言う子が好きっていう話です。あ、でもその後になんか自分から告白するタイプ。うん。そっちの方が聞きたいな。なんでですかね。なんか昔から小学生の時から。小学生の時から。へ、はい、おっておって追い続けるんですけど、うん、例えばなんか彼女欲しいわみたいな、うん、言われたら、じゃあ先にしたらいいやとか、はいはいはい、そういうのは全然さらって言うんですけど、断られるんですよね。はいはい、え、それなんかめっちゃキュンとしちゃうけど、今のなんかそういうやつとか、
俺そういう女の子に結構弱いもん。えー、俺彼女欲しいわ。いますよ。彼女欲しいわ。います。言ってほしいってことですか？そういうのだったら恥ずかしくて言えないんで。言えないんかい。言えないんかい。言えないですよ。なんか好きな人には好きってバレてるから、はいはい、全力好きアピールできるんですよ。一回。私に全然もうね好きじゃないって言われました。この動画もこれで終わります。ああ、行きますね。終わっちゃった。まだ目的地ついてないのに。そうよね。ああ、今日はですね、なんと、はい、表参道のイルミを見に行きます。素晴らしい。めっちゃ嬉しい。いや、でしょ、はい、俺、車で行くの初めてなんよね。あ、そうなんですか。そう。なんか、あそこって車で通るの醍醐味みたいなとこありません？あ、そうなの？え、わかんないです。え、わかんないです。え、なんかそういうあれじゃないんですか？あ、そうなの。え、多分、でも良さそうだよね。うん、うん、それはわかる絶対。めっちゃ楽しみ。正直本当男はね、別にイルミなんかマジで興味ないんですわ。言っちゃった、バクロ。じゃあこれはね、本当イルミを見てるさっちゃんを見に来た。なるほど。そう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 。なるほどね。そう。でも別にじゃあ最終的には行ってくれるってことですね。うん、あ、そう、うんうん。イルミは全然行く。あ、でなんかイルミ好きって聞かれたら。うん、いや、イルミ自体は別に好きで、そう、イルミは見てるお前が好きなんだよ。なんかショートマンガみたいな声聞こえた今。そうなんですよ。皆さんよくね、アラームとかの目覚まし音の音とかにしてもらって。いやでしょ、朝からイルミを見てるお前が好きなんだよ。イルミを見てるお前が好きなんだよ。私推しのそういう言葉とか聞こえていたい。あ、そうなの。じゃあぜひぜひ皆さん今のところで切り取って、最後の方だけさっちゃんのわーって全然起きる。あ、じゃあ、はい、うまくいくタイプの人と、うん、そのうまくいかないタイプの人全然違うの。はい、少しでも俺が当てはまるとこちょっと探したいからちょっと教えて。どう言ったらいいんやろうな、うん、うまくいかない人は私が振り回される。その夜の関係にもなったりするんですか？は一人だけあったんですけど、うんうん、そういう相手でもいいから女の子として見てほしいって思ってたんですけど、ちょっとなんか例えばお家で2人で映画とかソファーで見てて、服だるいから着替えてくるわって言って、ジラピケのモコモコのパジャマで下はミニの方で着替えてきたんですよね。めっちゃいいよ、そんな男受けのなんかもう塊じゃん。そうですよね。そんな、なんですけど、私とは友達でいたいから、って言ってました。他の女子やったら100を襲ってるけど、また友達でいたいかって、その言葉もなんか逆にあるじゃないですか。私は特別みたいな。友達枠になっちゃうの？あ、そうですそうです。なんか初めてこんな仲良い女友達できた枠なんですよ。ああ、そうなんだ。俺だったら全然襲うけどな。ええー。だってもう襲ってくださいって言ってるような格好じゃん。え、そうなんですよ。そうなんですよ。そういうこと私にもしてみろよっていう感じなんですけど。今年初イルミか。お、イルミネーションってどこからがその概念なんかを知りたいですよ。結構街中の木とかにもキラキラしてるのついてるじゃないですか。まあまあついてるついてる。あれはイルミネーションではない。それで言うと、はい、それに女の子が喜んでるのはイルミネーションです。あ、なるほど。さっきのところとつながるんですよね。そうですね。もうこのそのなんか工事の光ってるやつに喜んでるのは、もうそれイルミです。これね、確かに本当に確かにクリスマスカラーやし、赤と緑で光って、そう、なるほどね。意識して伝えるんですよ。何やった？来たよ。皆さんイルミネーションに着きました。すっごいよ、ほら。ちょっと待って、すごい。すごい綺麗。うわー、綺麗。え、めっちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。え、これは車で通るべきです。これ車の方がいいね、絶対ね。絶対車の方がいい。絶対車の方がいいわ。みんなデートなら絶対車。うわ、これに関してはちょっとさすがにイルミネーション興味ないとか言ったの嘘になるわ。これは、これ、ね、俺これ今さっちゃんの顔全く見てないもん。見てくださいよ。それはなんで先あんの、先あんだけさっちゃんには喜んでたらどうちゃらこうちゃら言ってたのに。全然見れない。綺麗すぎて、すごいの。本当に綺麗。みんな見た方がいい、これは。よし、ペサちゃん見たとこ。よし。綺麗。うわー、これすごいね。しかもここってちゃんと混んでるから、あの、そう、ゆっくりゆっくり行けるのがまたいいね。ずっとこの時間が続けばいいな。あ、出た出た。
出た出た、それはちょっと棒読みですよ。ちょっと言ってやろうと思って言ったじゃないですか。やりすぎたな、自然にやりすぎたな。好きな人だったらね、全然嬉しいんですけど。ここ歩いたことある？ないです。ない？はい、これあるんだけど、はい、全然歩くよりこっちの方がもう余裕で違うわ。なんかアトラクション乗ってる感覚じゃない？うん、確かにね。なんか周りの店もなんか同化してません？わかるね、わかる。いいね、綺麗。なんか冬って感じ、こういうの見ると。そうだね、雪とか降ってたらまたいいんだろうな。あー確かに。50くしゃみしゃくしゃみしゃなかった。ありがとうございます。今からはどこに行くんですか？ちょっと全然決めてないんですよね。ご飯食べられたんですか？そう、お腹空いてる。でもドライブスルーして。あ、いいよ、いいね、ドライブスルー。私、うん、ドライブスルー異性の方とするの初めてです。マジで？はい、俺も初めて。今の、はい、ドライブスルーしたいの言い方、はい、結構何か結構可愛かった。ちょっとリプレイで自分で見とこ。見といて、本当に、めちゃくちゃ可愛いって言われることないんで。めちゃくちゃ可愛かったな、このなんかわがままっぽい、なんかめちゃくちゃ良かった。スルスルってなった。嬉しい、うん、コーラ飲みて。いつも何頼むの？飲み物は。クーです。あ、白ぶどう。うわ、女の子っぽ。私炭酸苦手なんですよ。うわ、女の子っぽ。女の子なんだ。女の子だもんね。うん、でもお酒飲むようになって大体サワーじゃないですか。うん、でだいぶマシになったんですけど、なるほどね、やっぱあれはお酒だから、まあ、炭酸で飲もうって思うだけであって。俺だってあの炭酸とかビールとか飲んでさ、うんってなっちゃう女の子いるじゃんか、はい、全員ぶりっ子だと思って。いたの？マジで全員ぶりっ子してんだなと思って見てたわ。マジで苦手なんだな。苦手ですよ。でも昔あれ飲んでたら、うん、パイコミってるって思われる。あ、それもブリックだと思う。私好きなんですよ、カシオレが。みんな好きなの、カシオレは。だって美味しいですよね。美味しいよね。あれ美味しいですよね。来ました。初ドライブスルー。初ドライブスルーです。お客様のご注文をお伺いいたします。照り焼きマックバーガー。照り焼きマックバーガーのセット。はい、飲み物がクーのすっきり白ぶどう。はい、と、単品でファンタグレープの M サイズを一つ。はい、失礼します。はい、クーです。はい、さあ初ドライブスルーです。イエーイ。食べよう食べよう。もうマクドーの匂い、ね、マクドーって感じだね。全然食べちゃって。じゃあ、じゃあ、食べたい、食べたい。出汁みたいにね。このボックするときさ、はい、でもさ、こうしようかな。あー、でもそうした方が気持ちいいと思う。でしょ。でもなんかそのやりすぎてるな俺ってなっちゃう。ならないですよ。そうだって絶対こうする必要ないのですよね。私も分かります。分かった、分かってんの？あ、そっか、分かってんのか。分かってていいんですよ。そうなんだ。あ、じゃあやった方がいいのか。はい、あの言葉は結構男性嘘つくの多分苦手で、さっきのなんかちょっと棒読みやったセリフあったじゃないですか。うんうんうん、だけど行動は分かっててやっててもキュンとします。へえー、そうなんだ。実際に起きてるわけやし。じゃあこうしよう。絶対そっちの方がいいですよ。いいんだね。だって距離が絶対的に近いですもん。だってさ、止めにくくない？普通にこれ。止めにくいです。俺こうして止めたこといくつもないんだよ。私もないです。そうだよね、めちゃくちゃ止めにくいよこれ。してる方が止めにくいね。片手でしか持てないですね。いや本当にそう。本当にそう。こんな狭い駐車場で勘弁してほしいわ。すごい上手。 OK、 ありがとうございます。お疲れ様でした。ということで、はい、喋って食べてただけなんですけど大丈夫ですかね。私、はい、デート終了でございます。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？え、私めっちゃ楽しかったです。あ、本当に？俺もめちゃくちゃ楽しかった。あ、本当ですか？なんか結構聞いてくださるんで、うん、嬉しかったです。あ、本当に？はい、照れますね。俺も結構初デートだったら、あ、もう一回行きたいって思いました。あ、本当ですか？とても。次は家デートか、うん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 、2回目こんな感じ。そうよね。か、まあ、外デートで告白しようか、
多分私だったら告白まだしてほしくない。なんで？私結構長く会いたいんですよね。あ、そういうこと？3回目とか早いんだ。じゃあ早いです。え、何回目よ？6回。長っ。え、あのデートを6回じゃなくて、なんか夜ご飯だけちょっと決まってないみたいなんで2時間ちょっと夜ご飯行くとかのコースパンでしてくれる方が気持ち高ぶります。はあ、なるほどね。お願いします。6回もあったら絶対抱いちゃうな。いやー、そこを我慢するんですよ。それでなんか信用性ができるじゃないですか。だから女友達とご飯行ってくるわって言っても、そこで手出してこわへんかった相手やから、まあ、別にいいわってなるけど、そこで手出されてたら、あの時私付き合ってるのに手出されたから、そっちでもって思っちゃうんですよ。マシンガンとかがすごいすごいっすすごいっす。もう止まりません、さっちゃんのマシンガントークが。話しすぎた。